皆さんこんにちは、テーマアーティストのあいこです。本日は5月の5日になります。今日はですね、子供の日ですよね。子供の日というのは、まあ、男の子の成長をお祝いする日なんですけれども、それと同時に5なので、ゾロ目の日でもあります。5月過ぎると、ゾロ目の日って5、この日、5、5とか6、6だけじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、実はですね、今月もう一回ございます。それはね、いつなのかなっていうのはちょっとお楽しみにお待ちいただければいいと思うんですけれども、ひとまず目で見てわかりやすい5、5、これは5ゾロ目の日、子供の日。そして今日はですね、この日5月5日に意識していただきたいこと、それは聞くっていうことなんですね。人の話をよく聞きなさいっていうことをよく小さな頃とかにも言われたと思うんですけれども、この聞くも3方向の聞くがあって、3パターン聞く聞く聞くっていう感じがあるんですけれども、本当に耳で聞く、心の耳で聞く、そして、間接的に波動の中で聞くっていうようなイメージ、この3箇所で聞くっていうことがあるんですが、これをね、本当にトレーニングしていくと、実はスピリチュアルの世界とすごくつながりやすい体質に変わっていくと同時に、あと人のことがよく分かってきます。よくですね、空気読めないよって言われる方いらっしゃると思うんですけれども、その方ってほとんどが聞いてないんですね。人の話のみならず、ほとんどの音を聞いてないみたいなことが多いですから、ぜひですね、そのことを意識して、今日は過ごしていただきたいなと思います。そして新たな気づきを自分の中に落とし込んで、そして、幼い頃、元気に健やかに過ごしてくださいと言われたこのね、節句、このタイミングを思い出していただいて、そして今月のですねテーマである、自立と価値みたいなことに、結びつけていただきたいなと思っております。さて、今日の天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日はですね、色は赤、そして数字は7になっております。今日はラッキーセブンの7を意識していただきたいなと思います。それでは今日も休日ですけれども、太陽を浴びに外にぜひ出ていただいて、お最近は少なくなったと思うんですけれども、ちょっと鯉のぼりなんか発見していただければなと思っております。それではまた明日もあまチャンネルをお届けしたいと思います。天運アーティストあいこでした。